シロは麻婆豆腐に欠かせない5つのものはわかるかい？あれだろ、辛味に匂い、それと真っ赤な見た目、あとはシロったらそんなこともわからないの？それじゃ姉子はわかるってのかよ。姉子もわからないじゃんか。麻婆豆腐の極意は、麻、辣、酢、香、淡の5つと言われていて、幻の麻婆豆腐はサクッとした歯触りである酢を足した六味一体の麻婆豆腐のことなんだ。昔母さんが作ってくれた大豆をひき肉の代わりにして作ったのがそれだったんだ。へえ、肉の代わりに大豆か。さて、できたよ。これが龍魔王神特製幻の麻婆豆腐完成。